皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。いやー、素晴らしい。おめでとう浦和レッズ。5大会ぶり3度目の ACL 制覇。アディショナルタイムの5分が終わるのが待ちきれませんでしたね。試合が終わると酒井宏樹がピッチに突っ伏してたのが本当に印象的だったね。2戦通して本当に消耗戦というか、ダフというか我慢の時間が続く中で勝ち切った素晴らしい試合だった。その中でもレッズの ACL の優勝が今年だけの流れではないことを改めて感じさせてくれたよね。試合後の興梠はインタビューにて、強かった。苦しかった。2019年の借りを返せた。なかなか取れるタイトルじゃないので、最高の一言。本当にありがとうございます。と喜びを爆発させながらも、2019年の後も牧野の天皇杯のゴールで優勝して ACL の出場権を獲得した。去年もチームが頑張って戦ってくれて、僕は決勝しか出てないですけど、今まで戦ってきた人たちの分まで背負って戦わないといけないと思っていた。と振り返った。このインタビュアーが天皇杯で浦和を ACL に導いた牧野っていうのがまた泣かせるよね。牧野もよくインタビューを続けられましたよね。私だったら累戦崩壊しちゃいそう。そしてこの日スタジアムに訪れて大声援を送ってくれたサポーターにも、最高の一言です。あなたたちのおかげでこのタイトルが取れたと思ってます。本当にありがとうございます。と最高の笑顔で伝えてくれた。この日唯一の得点はオウンゴールから生まれたものだけど、それを誘発したのはホイブラーテンのクロスに反応した興梠の飛び込み。サポーターからも、興梠だったらボールに触れなくてもヘディングぐらいできる。触ってないけど、ほぼ興梠の得点。実質興梠のゴール。などと決勝では2戦通してアルヒラルへの脅威であり続けた。決勝前に帰ってきてこの働きは格好良すぎますね。しかし、この巡り合わせも本当に良すぎるというか、レッズ最後の試合となった天皇杯で劇的なゴールを決めて浦和に ACL 出場権という置き土産を残した牧野。そして翌年は神戸に移籍。2022年の ACL では浦和と共に神戸も ACL を戦った。J リーグでは不調にあえぎ、一時は降格もあり得るのでは？という位置にいた神戸も ACL ではグループ突破。ベスト16では同じ J リーグの横浜 F マリノスを3対2で破るも、勝てば浦和と対戦する可能性があったベスト8。ジョンブクヒョンデに延長戦の末に敗れてしまった神戸。この試合後に出場していた牧野は、神戸の中で一番この大会を知っている。それをチームに落とし込むのが仕事だったけど、できなかった。次のステージでどうしても浦和とやりたいと思って試合に臨んだが、個人的にもチームとしても上のステージで戦う力が足りなかった。今日の敗戦を受け止めてチームとして成長した姿を見せたい。とコメントし、古巣の浦和に対しては、あとは日本勢の代表として浦和に頑張ってほしい。この前の試合の後、僕たちはマリノスの選手たちに励ましてもらった。僕は浦和にいたわけだし、勝ち方を知っているクラブなので。と古巣であるということと同様に日本の代表として浦和にエールを送った。しかし牧野にとっては ACL で浦和と戦うということがモチベーションの一つになっていたのかもしれない。昨年末に牧野は引退を表明。今年1年は今までのようなプレーができなくなってきました。コンディション的にも、以前の自分を取り戻すことができませんでした。最後は監督をやりたい、という気持ちが強くなってきたので、こういう決断をしました。と決断。カタールワールドカップの時からピッチ外での存在感も目立ってはいたけど、引退した牧野がピッチ外の仕事で浦和の ACL の優勝にこういう形で絡んでくるとは。ダゾーンもナイス人選でしたね。牧野が出場権を引き寄せ、チームを離れ。チームは勝ち進み、最後はチームを離れていた興梠が戻ってきて優勝を手繰り寄せる。何これ漫画ですか？わら。サッカーにはたびたびこういうことが起こるけど、浦和のことの ACL 制覇にはそういう奇妙な縁を感じずにはいられないね。天皇杯でも牧野だけではなくって、準決勝では対談が決まっていた宇賀神がゴールを決め、決勝に導き。決勝では牧野だけでなく、江坂もゴール。その江坂は ACL の準決勝の死闘でも貴重な働きを見せるも、その後に韓国へ移籍。準決勝で起死回生のゴールを決めたユンカーもチームを離れている。そして何より2021年、天皇杯のタイトルを最後に現役を引退した阿部勇樹。阿部に天皇杯を。その合言葉で勝ち取ったタイトルは浦和に ACL の出場権をもたらし。そしてこの試合、トロフィープレゼンターを務めたのはこの阿部勇樹。ちょっと話ができすぎてますね。天皇杯の優勝から、ACL3 度目の制覇まで多くの人が関わっては離れ、そして最後は大団円を迎えた。個人的にもできすぎな話かなと思うんだけど、それぞれのエピソードの点が全部線になって繋がっていった。
そして史上初3度目の ACL 制覇。こんな素晴らしいことはないんじゃないかな。この中で MVP を挙げるとしたら誰になりますかね？それぞれのサポーターや観戦した人の中に MVP はいるんだろうけど、私は監督であるスコルジャ監督かな。前監督のリカルドさんとこのチームが非常に大きなハードワークしたおかげで、我々は決勝を戦うことができます。と試合前にコメントしていたけど、チームを引き継いで J リーグでも開幕2連敗の後はうまく立て直した。ここまで J リーグでも3節から9節までは負けなしでチームを6位まで引き上げ、ここからさらに上位も狙える状態。そうやってチームを作りながら、決勝のファーストレグでは丁寧に試合に入って少しずつギアを上げる形でアルヒラルを分析。4-4-2 のブロックの前にアルヒラルは崩しきることができなかったからね。このセカンドレグまで見通した上での戦い方は本当に見事だったと思うよ。ただこの試合だけで挙げるなら西川になるだろうし、決勝の2試合を通して考えれば決定的な仕事をした興梠。師匠としての責任を全うしチームを引っ張り続けた酒井。ショルツとホイブラーテンの鉄壁の守り。伊藤敦樹は中盤で相手に仕事を全くさせなかったし、途中交代の安井やカンテも素晴らしかった。そういう意味では浦和のピッチに立ってた11人に加えてベンチの選手たち。そして当然大声援を送って選手たちを鼓舞し続けたサポーターの皆さん。牧野や阿部、ユンカーや江坂など決勝までチームを導く活躍をした浦和を去った選手たち。これらの選手の力が一つになって手に入れた ACL と言っても過言ではないんじゃないかな。MVP はそれぞれの人の中にいるってことですね。サポーターだけでなく他のサポーターからもこの優勝を祝うコメントで溢れた。どのクラブのサポーターも熱いですが、試合前のコレオなどこの規模の雰囲気が作れるのは国内だとやっぱり浦和だけだな。他サポだけど、SNS で試合前の雰囲気を見ていたら、浦和こそが優勝にふさわしいと思った。ACL 優勝3回、準優勝1回は誇って良い素晴らしい実績。3度目の感動をありがとう、レッツ。共に今回の ACL で戦った他サポですが、アジアの舞台で勝ち上がることの大変さがわかるだけにこの優勝は価値がある。マリノスファンですけど、アジアの頂点を日本のクラブが取ってくれて嬉しい。すべての J リーグサポが応援してたんじゃないかな。おめでとう。この雰囲気を見ると羨ましくなる。それにしてもすごいスタジアムだった。代表戦よりも人も入ってた。この雰囲気を見ると羨ましくなる。それにしてもすごいスタジアムだった。代表戦よりも人も入ってた。スタジアムの熱量は素晴らしく、選手たちへの追い風や後押しになった。選手サポータースタッフ、全員お疲れ様。ACL ではレッズに遠くを呼ばない。来年の決勝は、オラがクラブの勝利で喜びたいと強く思った。レッズサポではありませんが、すごく応援してましたし、嬉しい限りです。国内リーグ優勝回数よりアジア制覇の方が多いってどんなクラブだ。選手もあれだけ気持ち入っていれば、シカサポでも応援したくなるわ。他サポですが、クラブワールドカップはもちろん浦和を応援するよ。しかしすごいサポーター。日本が一つになった感じがありますね。クラブでもこういう国際大会はやっぱり盛り上がる。クラブワールドカップも楽しみですね。今日の雰囲気は海外のどのスタジアムと比べても圧倒してたんじゃないかな。3度目の ACL 優勝おめでとう。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。